だけです、本日はですね、ここ猫カフェ猫カフェ、はい、突然の猫カフェ、大変な猫カフェに来ましたよ、はい、何してるとかでもない、癒しを求めただの癒し癒しを求めに、はい、今日は特に企画とかもない、はい、ただ猫が遊んでる、遊んでるね、はい、どんな可愛い猫ちゃんがいるのか楽しみですね、はい、はい、じゃあ行きましょうか、はい、行きます、行きます、はい、なんでこの猫っていうのは半目なんだろうね、基本半目だよね、ヒゲめっちゃ長いな、可愛い、あ、起きちゃった、ごめん、街中のモグラの人だ、基本的にミコちゃんと見てくれます、猫の動画めっちゃ見ますもん。いや、癒しを求めてんだろうなっていう。もう今 YouTube 自然ばっかり。もうお互い癒しめっちゃ求めてる。そもそもフィーリングを聞いてる。あれめちゃくちゃいいですよね。うん、本当に癒されるし、寝れるし。作りたいけど。はい。ギターいらん。まあ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 。確かに。でも。意外とできそうですよね、エレキさんは。いや、でも、エレキギターじゃない。なんかでも、知り合いのドラムの人で、そういうの作りたいから、ね。あ、そうなんですか。ちょっと一緒に作ろうかな。おぉ。結構、トップいっちゃうときって、そういう、シンセルの、なんと系のね。まあ、そうですよね。うまいですね、やっぱり。慣れてるな。正解が分からへん、曲としては。確かに確かに確かに。理屈じゃないですもんね、ああいうのって。うん、まあメロディーあるのもあるけど。うん、基本的になんかリズムがないじゃないですか。リズムあんま一定だけど、そういうドラムの曲もないし、ベースも入って、ドラムもあんま入ってないから。聴いてて、すごい新鮮な感じしますよね、ああいう。周波数で言うと。ああ。この周波数は、はいはい、聞くとか、うん、エレキギター周波数、うん、悪いと思うんですか、攻撃的な、でもそれで癒されてる人もいるわけですからね、一応そうやるときは意図的に、はい、30ヘルツぐらいを上げてたり、まあ、本来ボーカルがあるところで、うん、まあ、インストの場合は、うん、猫カフェで音楽の話をされるみたいな、おぉこれにびっくりしたわおわね、前に出るのThank you.
クワですか、それ。めっちゃ嫌がってるやつ。実はね、ショールがすごい実家に猫を飼っている。9匹いるんですけど、猫カフェの状態ではあるんですけど、やっぱりこういうところってやっぱ落ち着くじゃないですか、やっぱ実家とは違う癒しがありますね。眺望がすごく、あ、そうですね、眺望大好き、あら、わがまま、にゃんこと、にゃんこと、はい、にゃんことさん、にゃんことさんです。ワンオンに来ることがあればぜひぜひぜひ来てください、はい、こんな感じで、はい、なんていうことない、ただ僕らが遊びに来たし、そんな感じの動画になります。はい、ありがとうございます。はい、それではまた、はい、さよなら、バイバイ。